土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？ピンとこないななんて思ってらっしゃいません？でもね、土木は思っているよりとても私たちの身近にあるものなのです。この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、中央区を中心に東京のインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、三井住友建設、理工図書の提供でお送りいたします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私、ジュミと柿柄町の松でお送りします。へい。さて、ジュミさん、今日6月2日はお笑い芸人で芥川賞作家の又吉直樹さんの誕生日です。そうなんです。先に言ってしまいますと、本日のゲストの方はですね、私が NHK の E テレで放送されていた又吉さんの番組ヘウレーカを見ていた際にご出演なさっていて、日本橋で道路の話を熱くなさってたんですよ。なんとこんな面白い土木の先生がいらっしゃるんだと思って、ぜひお話をお聞きしたいなと思ったわけです。そうですね。今回のテーマは土木を伝える男です。男ですか？男シリーズがついに始まりましたね。土木のラジオにふさわしいのかどうなのか分かりませんけど、どんな男なんでしょうか？ですね、ちょっとすごい興味があるんですけどね、頼もしいですよ。さあ、ではゲストの方をお迎えしてのトーク始めてまいりましょう。今回のテーマ、土木を伝える男についてお話を伺うゲストの方は高橋義和さんです。高橋さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、では高橋さんのプロフィールをご紹介いたしましょう。高橋さんは京都大学大学院を修了後、京都大学防災研究所の准教授、京都大学大学院准教授を経て、現在は京都大学大学院教授でいらっしゃいます。耐震工学をご専門となさっており、土木広報大賞2018で最優秀賞を受賞した土木カフェの生みの親でもいらっしゃいます。さあ、松さん。はい、先週ですね、前回の時に ね、はい、いろいろ聞いたんですけど、ちょっと突っ込んでもいいですか？ラジオの思い出ってコーナーがありましたけど、甘酸っぱい思い出っていうのがあるよっていう先生おっしゃって、全然詳しく話されなかったんですけど、そうですね、ちょっとそこをもうちょっと教えていただけますか？いや、僕はね、妄想してもらいたかったんですけど、まあ実際には何て言うかな、この中学校の時ね、この、まあ、体育館の裏に同級生の女の子からちょっと呼び出されて、体育館ですね、決まってるあれですね、決まってるあれ、はい、ほんで、まあ、その何々のラジオを聞いてねって言われたんですよね。ラジオ聞いてねって言われただけだったんですね。すごい。まあ、ちょっとね、あとはまたご想像にお任せします。ちょっとずつ布団の中にね、布団の中にこうぐっとこう音が外に漏れないように、ラジオを囲いながら。すごいですね、ラジオをツールとして使うという混ぜた女の子。すごいですね。すごいですね、すごい体験されてますね、先生ね。本当にいい思い出だったってことです ね。はい、ありがとうございます。もう今度やめようと思います。さて、じゃあ本題に行きたいと思いますけれども、はい、先週は先生のご専門の耐震技術のね、お話をお伺いしましたけれども、はい、今週は切り口変えましてですね、土木を伝えるっていうことをテーマに、はい、お話を伺いたいと思います、うん、プロフィールでもご紹介ありましたけれども、高橋先生は土木カフェの生みの親っていうふうにお聞きしました。土木カフェっていうのはまず何なのか、うん、それでどうしてこういうのを始めたのか、はい、をちょっと教えていただけますか？はい、まあ、土木カフェを、まあ、実際に始めてたのは2010年ぐらいなんですけども、はい、まあ、その当時ですね、まあ、その土木学会の関西支部の中に、まあ、こう少し自由なグループがありまして、はい、まあ、その中でいろいろ土木についてまあ楽しんでたんですけども、まあ、それはまあどちらかというと内輪で楽しんでるのがまあ中心で、
でもまあなんでこんなに自分たちは社会のためにやってるのに理解されないのかなみたいな、まあ、そういう、まあ、内輪話をたくさんやってたんですね。でもなんかこう内輪話だけやってるってなんかすごくもったいないなと思って、はい、なんかこうやっぱり一般の社会の方とつながりたいなと思ってたんですけども、はい、ただ、まあ、やっぱりいろいろ企画とか講演会とかなんかそんなことを企画は当然してるんですけども、はい、なんかそんなとこ、まあ、ビルの一室でねそういうものをやったとしても興味のある人しか来ないですよね。そうですよね。で僕たちは興味のない人になんとかつなぎたいなと思ったので、ちょっとここはなんかこうやり口切り口を変えないといけないなと思って、まあ、そういう意味で、まあそのまあ、うち僕らが街中に出るしかないなと思ったんですね。なるほど。それで別に聞いてもらわなくてもいい。僕たちがなんか土木をネタに楽しんでるっていう姿を嫌顔でも目につくところでやろう。目につくところでやるっていうのがポイントなんですね。そうですね。それでいや基本的にね、まあ、土木に対して興味のない人たちをこっちを見てもらうわけなので、なんかね興味のない人に自分たちのことがすごい大事ですよって言えば言うほどねうさんくさく感じるでしょう。まあ、まあ確かにね、逃げていくんですよね。でも向こうがちょっと面白いなと思ったり何やってんやろと思うと関心持ってもらえるかなと思って。なるほど。なので、まあ、基本的に身内でやってる普段の話を要するに商店街の中でやるとかね、はい、うん、そういうことをやろうと思って始めたのが、まあ、土木カフェなんですね。あ、なるほどね。やっぱりこう押し付けがましくなく気づいていただくための仕掛けっていうことなんでしょうかね。そうです。やっぱりその土木ってやっぱりこう日常と非常に関わる仕事なので、はい、うん、やっぱりこう日常の中でなんか土木っていうのに要するに気づいてもらいたいなと思ったんですね、はい、やっぱりなんかちょっとこう特別なイベントをするとかっていう特別の中で土木を知ってもらうというよりは日常生活の中で自然に、まあ、普段の生活で土木って耳にする機会ってほとんどないやつないですよね。ほんで、まあ、土木って耳にするのってどちらかというと何か事故が起きたりね、はい、例えば災害が起きたりっていう時になんか土木って的なものが耳にするんですけど、なるほど。それって僕たちにとっても不幸だなと思っていて、要するにマイナスの出来事と土木っていう言葉が結びやすかつきやすかったので、だからやっぱりなんかちょっと楽しい日常での楽しいようなことワクワクすることと、まあ、土木っていう言葉をまあ結びつける、はい、それがまあちょっと土木カフェの狙いで街中で、うん、土木土木連呼してるわけですけど、でもそれが楽しそうにまあやってると、うん、なんとなく人がこう集まってくる、まあ、そういうのをちょっと狙おうと思うんですね、はい、なるほど。講師役やられる方っていうのはあれですか、土木の人なんですか。うん、初めはそうしました。これ僕のこの土木カフェ始めた時のきっかけは、うん、動員はかけないと。お、ね、動員をかけると勘違いするんですよね、うん、まあ、人がたくさん集まってきてくれたと、はい、うん、でもそれってそれ呼びかけたから来てくれた、うん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 、本当に自発的に来てくれた人ではないので、それでやろうと。ただまあそのいきなりその全然違う人を呼んできて外部から呼んできて、うん、観客が少ないってさすがに失礼なので、第1回目の講師は私がやったんですけど、うん、でもスタッフが10人以上いて観客2人っていう状態でしたけど、あ、最初はね、うん、でも僕らは普段やってる話を普段の仲間と喋ってるだけなので、うん、観客はいようと今やったらあんまり関係ないんですよ、ね、なるほど、うん、ただ、まあ、それをどういうふうに広げるかって考えた時に、やっぱり自分たちでつながるリーチする広さってやっぱりなんか知ってる人で止まってしまうので、はい、やっぱり自分たちが知らない人とつながるには、うん、やっぱり土木と直接関係のない人とうまくひっつくことかなと思ったんです。あ、なるほど。だからプロじゃなくてファンとかマニアとかそういう方とか。あ、そうです、そうです。ちょうどこの当時2010年ぐらいの時ってダムの写真集が発売されたり、あるいはこうムサビで、土木サミットっていうものが要するに催されたり、要するにね、ちょっと要するに土木専業でない人が、うん、なんか土木のことをちょっとこう面白がり出した頃なんですね。
でやっぱりなんか結局土木の我々と引っ組んだから土木と関係のある人と引っ組みたい、まあ、土木に関心のある人みたいなので、まあ、そういう意味で、まあ、土木マニアと言われる人たちと、まあ、一緒に何か、まあ、僕たちも新しい気づきがあるし、うん、逆にその人たちの話を聞きたい人たちに僕たちの話もできるので、なるほど、なんかそういう仕組みをちょっと作ろうと仕掛け方をしようかなと思いました。なるほど。カタカナの土木っていうのもなんかその辺でよく言われてきたって、ね、そうですそうです、その頃カタカナ土木っていう、まあ、ジャンルが、うん、まあ、まさにその、まあ、土木サミットであるかとか、まあ、ダムの写真集とか、はい、やられてる方が生み出されたんですけど、うんうん、要するにカタカナ土木っていうのはなんていうかな、そういう、見た目をね、まあ、すごく意識するような建築とはちょっと違って、うん、要するにまあ機能性重視、あるいはそういうちょっと、まあ、ある意味、まあ、サブカル的に言うとちょっと面白い、うん、そういう存在を、まあ、あえてカタカナで土木と名付けて面白がられていた。だからこういういわゆるカタカナ土木界の方たちと、はい、まあ一緒に何かできやりたいなと思って、それ以来、まあ、そこをメイン講師にお願いするようにして、うんうん、でその前座を常に私が務めると。はで土木の話をするんですね。それで先生はひらがなで土木って書いてるのはこれはどういうあれなんですか？だからやっぱりそれは、うん、その、まあ、私はまあもちろん土木学会に関係するものだし土木の真ん中の人、中の人ですけど、はい、せっかくマニアの人がカタカナ土木っていうことを発明してくれたのをね、うん、だから土木の人が急に手を入れてその名前を取ったっていうのはなんか失礼かなと思ったんですよ。ああ、なるほどね。うん。ほんで、やっぱりカタカナの土木はちょっと使えないなと思って。うん。でもまあ、漢字の土木は専門家のための土木みたいな。はい。うん。じゃあ、はい、漢字、カタカナ、進化していく過程で、最終的にひらがなになりますよね、日本とかね。あ、なるほどね。うん、だから、なんかじゃあひらがなで土木っていうのが、まあ、新しいなんかコミュニケーションのあり方かなということもあって、それでひらがなの土木を使うように、うん、あ、そういうことだったんですね。実はね、いろいろ考えた。考えた。そうですか。ところで先生はその土木カフェの取り組みをなんか後任に引き継がれたということなんですけれど、はいはいはい、それは今も続いてるってことなんですね。続いてますね、はい、おかげさまで。私は一平委員として参加は続けてますけども、企画と運営とかはもう今新しい次の代の方にやっていただいてます。なるほど。それでまあそのやっぱりこういう趣味的な話がちょっと関わってきたり面白いと思ったことって、うん、やっぱり人の魅力って一番大きいですよね。ああ、そうですね、その人の魅力でガッと周りを引き連れていくっていうのがやっぱり、まあ、前もこのラジオにも出られた、まあ、デミ松さん、はい、デミと松さんね、やっぱりその人の魅力で、はい、要するに、まあ、みんなを引っ張っていくっていうやり方、うん、まあ、それはそれで一番、まあ、一つのやり方だと思うんですけど、うん、やっぱり、まあ、私はその土木学会の、まあ、一つの企画としてやっていたこともあって、やっぱり僕がいなくなっても継続的に持続的にできる仕組みは考えてくださいって言われた。確かによう考えると土木ってそういう仕組みを作るのって得意ですよね。そうですね。土木の仕事って長いので人が変わってもちゃんとその事業が滞りなく、うん、要するに最後は達成できる、うん、だからそういう意味ではなんか引き継ぐっていうことがなんか土木的だなと思って。なるほど。そういう意味でなんかこのコンセプトは ある程度しっかり固まってきたものもあったので、うんうんうん、それをまあその次に自分なりに変えてもらっていいので、うん、ただ土木カフェらしさみたいなものはちょっと残しつつ、うんうん、なんかこう自由につないでいきたいなと思って、うん、まあ、今その大阪大学の入江先生という方が中心に、うん、はい、土木カフェをやっていただいてます。なるほど。まさにサステナブルな取り組みということですね。素晴らしいですよね。さあ、それではここでちょっとブレイクといきましょうか。後半さらに詳しくいろいろなお話伺っていきたいと思います。ねえ、
あなたの会社建設技術研究所って何してるの？ん？土木だよ。土木って道路工事みたいなあれでしょ？俺の会社さ、工事はやらないんだよな。何それ？建設技術研究所はね、みんなの暮らしを技術で支えるインフラの専門家集団なんだ。暮らしの中で当たり前になっている水、電気、ガス、道路、交通機関などを作り、また人々の暮らしを災害から守り、日々支えているのが土木です。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか？土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。土木のラジオ、土ボラジ。今日のゲストは高橋義和さんをお迎えして、土木を伝える男をテーマにお話を伺っています。後半も引き続き高橋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして柿柄町の松さんもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。前半は土木カフェですね、熱く語っていただきました。後半も面白い話題があるそうなので、ちょっとお伺いしたいと思います。はい、ですね、私柿柄町の松、実は鉄道好きなんですね。てっちゃんなんですけども、はいはい、高橋先生はてっちゃんならぬ道好きのみっちゃんだと伺いました。そうなの？それはそれは珍しいですよね。みっちゃんっていうジャンルがあるんですね。そうですね、いいですね。ここ中央区なんですけれども、先生のおすすめの道って何かございますか？中央区の中で、中央区といえばもう道の名所、もう日本の名所がまずありますよね。はい、日本の名所、はい、誰もがご存知の、日本橋ですよね。ただ日本橋橋を、見てほしいんではなくて、やっぱりその日本橋から始まる国道ですかね。はい、はい、やっぱりそこ7つの国道の起点が要するに日本橋にあるっていう、この存在を楽しんでもらいたいなと思います。7つの国道、はい、数字を並べると、国道1号でしょ。1号、それで国道の6号、4号もありますね。4号、6号か、はい、そうですね。1号、4号、6号、17号、あと14号、あと2つぐらいある。甲州街道は20度、あと15、7つぐらいになったかな。すごい、大体そのぐらいですかね。たくさんあるんですよね。いや、もう今ね、高橋先生おっしゃったように、まさにその日本橋は道路原票があるわけじゃないですか。でこれは車が通ってない時、または通行止めになった時しか、私たちはその目の前、その道路原票の上に立つことはほぼできなくて、みんな車が通ってるんで、もうそもそも道路原票があるっていうことってご存知ですか？あ、それはね、知ってる人は知っています、知ってる人はね、知ってる人はね。それはそうだ、日本橋の橋のたもとに、道路原票が、飾ってあるんですよね。はい、原票の広場ってのがありますね。これは本当はレプリカなんで、なんですけど、それを見てなんか一般の方は道路原票って言われてる方もたくさんおられるんですけど、実際には橋のど真ん中ですね。はい、そうですね、そうですね、はい、お祭りの時とかに通行止めになったら思いっきりその上に立てるんですけど、そうじゃない限りは無理なんですよ。真ん中にあるんですよ ね。先生、あれですか、橋の真ん中にこう原票があるっていうのは、もともと明治の時に、その位置に設定されたんですけど、はい、それともう一つが三条大橋の真ん中ですね。そうなんだ。やっぱり東海道ってやっぱり日本の大動脈なんで、そういう意味でも大事なんですけど、でも僕があえて今の見どころとして知ってほしいのはやっぱり今の道路なんですね。なるほど。歴史ってやっぱりいろんな意味で興味を持つと思うんですけど、はい、やっぱりなんか今の道路ってやっぱりちょっと気にしてもらいたくて、
やっぱりその道ってすごく分かる、何が面白いのって感じじゃないですか。何が面白いの、何が面白い、いや結構好きです私は。結構好きですか。結構好きです。いや、さっきのね、例えばみっちゃん、関西ではねみっちゃんなんですよね。みっちゃん、あ、なるほど、みっちゃん、みっちゃんっていうのは、てっちゃんがいるのになんでみっちゃんがいないのみたいな、そういうところからもともと出てきたんですけど、でもやっぱりなんかこう道ってすごく分かり、趣味としては分かりにくいと思うんですよ。要するに家から出たら突然道があるんですよね。もう極めて日常極まりないですね。そうですね。鉄道ってやっぱりちょっとなんかロマン感じたりするじゃないですか。やっぱり道ってあまりに日常すぎてそういうのに感じにくくて。いや、だから僕自身ももともとそんなに興味があったわけじゃないんですよ。どこかカフェをしてその道マニアの方にいろいろ話を聞くと、面白がらないこっちがおかしいのかなって思うようになってる。めちゃどこかカフェのね一番の魅力なんですね。だからものすごいそのプレゼンテーションがうまくて、その気にさせるようなお話が、面白くないと思ったことがない、ね、多分ね。その面白いでしょうか前提でこう土木カフェで話をしてもらえる、ね、前提なんですね。すごいな。なので、だからやっぱりそれを聞いてるとね、こっちも、面白くなってきて、それでまあちょっと道にはまってきたっていうのが現状なんですけど。はあ、なるほど。それでまあやっぱり何も、なんですかね、道が線路のように分かりやすいわけじゃないんですけど、でもそれが知識をして、この1号だったら大阪までつながってるとか、はい、やっぱりそういう知識をすると知ると、何気ない風景にね突然線が見えるようになってるんですよね。なるほど、だからやっぱり土木を趣味にするってね、知的じゃないと趣味にならないと思うんですよね。なるほど、知的ってとこですね。分かりやすいな。先生すごく知的。だから私こう街歩きのガイドとかをしたりするんですけど、常にその人たちには、はい、こう要するに土木っていうのは要するに知識がないと面白がれません。見た目ではあまりに普通なので、なので面白がられなかったらあんたは知的な人じゃないんですよって言うんですよ、ね、前置きできつーそうするとね、一生懸命ね面白がってくれはります。すごいな、前置きの部分のところが。いや、面白いですね。じゃあところで、高橋先生、テレビなどのメディアにもですね、積極的に出演されてますね。ジュミさんもE テレで先生を、はい、そうなんですよ、知られたということなんですけれども。そうなんですよ。いろんなその土木を伝えるという活動を通じて、先生はどういうことをお伝えされたいんですか。あんまり大層なことを考えてるわけじゃないんですけども、やっぱりなんていうかな、その土木って、例えば土木技術者もみんなそうですけど、やっぱりこう土木快適な生活を要するに普通に過ごせるような社会を作りたいんですよね、土木の人。要するに、道もそうですけど快適に移動できる、あるいは電気もそうですよね、やっぱり明るく文明的な生活をしたい、はい、でもその僕たちの理想が叶えば叶うほど土木っていうものを意識しなくなってきますよね。そうですね。やっぱりそれで、やっぱりなんか僕自身目立たなければ目立たないほどいい土木だと思ってるんですけど。ああ、なるほど。だからそれだけ要するに溶け込んでるっていう、それが土木の真髄だと思うんですけど、ただなんていうかな、その土木を無意識に、土木の成果をで、快適な成果を生活を送ってもらうのはいいんですけど、無関心にはなってほしくないんですよね。だからやっぱそういう意味で、ちょっと要するに関心を持ってもらう一つの方法が、一つ、土木カフェでもあり、なんかそういうところで面白がってくると、いろいろ声もかけていただくようになって、その土木の話を、こうメディアとかでもさせてもらえるようになった、だからなんとなくやっぱり面白があっていろんな活動をすると、人が集まってくるなっていうのが、今までの経験で、その延長の中に
一つに、まあ、例えばテレビで、まあ、そういう話をさせてもらうようなきっかけを、まあ、もらったっていう感じだと思うんですけど。あ、なるほどね。だからやっぱり面白がって自分たちが楽しくやってるって大事なんですよね。そうなんですね。このドボラジも結構そういうとこありますけどね。あの先生のお話聞いてて、本当ラジオを始める時の企画書にそういうことを書いたような覚えがあります知ってほしいな、気づいてほしいなっていう思いですよね。その今そのこのラジオとも関係すると思うんですけど、はい、まあ、ドボ会をやった時に、まあ、あるちょっと評価されたことの一つは、こういう企画ってね、1回はできるんですよね。ただそれが継続して何年もやるっていうことってすごくハードルが高くて。そうですね、うん、だから土木カフェも、まあ、そういう意味でこう継続的にできたっていうところがなんか評価してもらってたり、まあ、逆にそうすると、ね、露出も増えますから、まあ、知ってもらう機会も増えるっていう形でね。なるほど。面白がりつつ継続するっていうことかなと思いますけど、ね、そうですね。その続ける原動力って先生のはどういうもんなんでしょうか。まあ、やっぱりなんか、まあ、自分自身は面白いと思ってるんですよね。でもやっぱりだからそれだけ魅力があるはずなんですよね、土木の仕事って。でもなんかそこがなんか、土木の人たちだけでやっぱりそこは楽しんでいてもやっぱり社会が無関心になったらやっぱり困るので、先ほどの繰り返しですけど、やっぱり一般の人がなんかその自分たちの生活を楽しんでもらう、その楽しんでもらう切り口が実は土木を楽しむっていうことが非常にいいんじゃないかなと思ってるんですよね。面白いんじゃないかなと思ってます。なるほど。さあ、それでは高橋さん、最後の質問になるんですけどもね、ズバリ、はい、高橋さんにとって土木とは何でしょうか。まあね、土木って、うん、あの僕はその非日常から日常を生み出す仕事だと思ってるんですよね、はい、だからこう土木って、まあ、今までは文明化を、要するに開発をしてね、文明的な生活をするっていう言い方もよくされましたけど、まあ、じゃあなんか文明化してしまったらもう土木っていらんのかみたいな思われると思うんですけど、やっぱり例えばかつては災害が起きるような自然現象が普通に過ごせる世の中に変えるとか、こういうまさに非日常を日常に変える仕事っていうのっていつの時代でも必要なことだし、やっぱり日常を作るってなんかすごく僕にとって誇りを持てる仕事だなと思ってまして、だからやっぱりこう日常を形作るのが土木だと、まあ、やっぱりそれが、まあ、僕にとっての土木だなと思います。なるほど。いや、これからも私たち日常をね、毎日楽しく、でもいろんなことに気づきを持って生活していきたいなって思います。はい、僕も楽しんでいきたいと思います。いや、ぜひぜひ。いや、高橋さんありがとうございました。いや、ありがとうございます。やっぱり土木って面白いですね。それでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ。ドボラジ終了よし、ドボラジ終了よし。今回のドボラジいかがだったでしょうか。次回は緒方秀樹さんをゲストにお迎えし、土木偉人シリーズ宮本武之助をテーマにお話を伺おうと思います。番組ホームページや YouTube に収録時の様子をアップしています。こちらをチェックしてみてくださいね。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、三井住友建設、理工図書の提供でお送りしました。それでは来週も土木のラジオ、ドボラジでお会いしましょう。